本当に思いがけなくて、長い間この賞っていうのはこれからたくさん書く方のものだと思っていたので、若い時はむしろ意識したかもしれないけれども、途中何十年っていうものは全然自分とは無関係なものだと思っておりましたんで、大変思いがけないことで、嬉しいのが半分で、なんか思いがけないのが半分っていうところでございます。私はもう書くこと以外にすることがないっていうのをずっとほとんど子どもの時から思い込んでおりましたので、何か他のことをしようと思ったことは一度もなくて、とにもかくにも文章を書いていくっていうことが一番自然で当たり前なことだったので、嫌になったこともありませんし、やめようと思ったこともありませんし、全然無名のままでもとにかくずっと書き続けていこうと思っておりました。あまり年齢は関係ないんじゃないかというのもあります。それは非常に今回も年齢のことが問題にされるんですけれども、自分では別に子どもの時からやってることも同じだし、年齢差っていうことはほとんどあまり意識してないです。自分は本当にデビューした時からこう一瞬で忘れられてしまう存在になるんじゃないかなっていうことを常に不安に思っていましたので、このように148回も続いている賞に名前を乗っけていただけることになって、これから先少しでも小説を書くということにしがみついていけるのかなと思っています。私の人生の夢が本を出すことだったんですけれども、今回このような賞をいただきまして、これからの夢は本を出し続けていくこと、本を書き続けていくこと、一生本を書くことをやめないことだと思います。確かにこれでこの賞にあぐらをかいてしまうようなことがあっては本当にいけないので、こんな賞をいただいたからにはこれから一生この賞を見恥じないように書き続けていかなければと強く思っています。このような晴れやかな日が僕の人生の中に来るとは思っておりませんでした。ですから非常に今は僕の小説をずっと読んでいただいた方に対して非常にありがたいと思っております。今まで僕自身がですね、歴史を切り裂いてやろうというような意識があったんだと思います。それは本当の戦国時代史っていうものを書きたいという気持ちが先走るあまりですね、自分の解釈に人物たちを引き寄せすぎてた。ところがこの東博という人の作品に出会ったことによってですね、特に松林図屏風なんかそうですが、自分のそういう小賢しい知的作業ではとても届かない世界だな、だからもう虚心坦懐にですね、この人の絵に向き合う、そういうことによって自分の中の何かが変わっていった。そのことが実を言うと本当の小説家になれたんじゃないかなっていうふうな、感じを持っております。